スーパーに行きましたらですね、こんなもんが売っておりまして、マルちゃんのパリパリ無限キャベツの素って書いてますね。うま塩味。で、これをですね、なんかカット野菜とかキャベツに入れると、美味しくてずっと食べてられるらしいんですよ。まあ、無限には食べられないとは思うんですけど、まあ一応これがあったのでね、これ今から食べてみます。はい、作り方です。こんな風に書いてますね。まあキャベツを用意して、150g ですけど、まあカットキャベツでもいいですよって書いてますね。で、この麺をほぐしてですね、パリパリとした、もう乾いた麺が入ってるみたいですね。それを入れて、あとは特製油と粉末スープをかけてですね、でかき混ぜるだけと、あとはトッピングを用意してくださいっていう感じで書いてます。本当に無限で食べられるんでしょうか。はい、大きめのボウルを用意してですね、これから材料を入れていきます。カットキャベツをですね入れました。 150g。はい、これで1人前ですね。この無限キャベツの素はですね、2人前入っておりまして、で、この2つ入っておりますね。1つ、2つ。で、これが1人前です。で、キャベツが 150g と、ちょっと中華麺のなんかね、乾いてはパリパリしたやつですよ。あんかけに使うような麺ですね、中華麺。で、これで1人前になります。これで麺を上に入れまして、ちょっともう袋のままですね、食べやすい大きさに崩してあります。で、崩して、で、今かけました。これからこれを混ぜていきます。はい、今、混ぜ合わせましたね。この麺とキャベツを。そして、この混ぜ合わせたらですね、この粉末スープと調味油がついておりますので、これ一袋ずつこれにかけてですね、それではもうおしまいです。で食べられるっていうことですね。はい、今全部混ぜ合わせました。で、なんとかですねできましたけど、やっぱりこれはですね、1人前作るときにこの大きいボウルで混ぜ合わさないとですね、ちょっとしたその丼みたいなやつではちょっと溢れ出すと思います。だからぜひこういった大きいボウルを用意してですね、その中でかき混ぜた方がいいと思いますよ。ということで、一人前ですね。こういう風に出来上がりました。まあ、ボウルで混ぜ合わせてですね。で、こういった丼に乗せてしまえば、これぐらいでちょうどいい感じになりますね。で、食べてみました。言ったらですね、そうね、うま塩味みたいな感じで、ちょっとピリッときてですね。で、ごま油が入ってるんですよ、この調味油っていうのは。で、ごま油の香ばしさがあって、まあ、食べれるかなっていうような感じでした。ただ、無限に食べれるかっていうのは、それは無限には食べれないだろうっていうところでしたね。それと僕の感じからするとですね、その、調味用の粉が入ってるんですけど、それはちょっと、もう、7割ぐらいでよかったかなっていう感じもしました。ちょっと味が濃くなったかなっていう感じでしたので、できればそれは調節した方がいいですよね。もう粉を半分ぐらいにするとか、それぐらいでも結構味が出て食べれるとは思います。ただこれ通りに行きますと無限には食べれないと思います。ただキャベツが主体ですので、こういった風に野菜を取っていくっていう、そういう時にはですね、この無限キャベツの素もいいんじゃないでしょうか。まあお酒のつまみにもなりますし、まあご飯の前とかね、あとサラダ的に食べるのもいいかと思います。ということで、こんな風にですね、いろいろスーパーで売ってたもんもどうせ食べるんで、こういった風に紹介していっております。皆さん、チャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ありがとうございました。さようなら。